で、は、前半振り返っていきたいと思います。リバプール対アタランタの試合ですと。リバプールが4-3-3。で、アタランタが、えー、5-2-1-2みたいな格好がベースですかね。かなりでも変則です。リバプールのビルドアップの時に、アタランタの守備がめちゃくちゃ特殊で、まずこういう形になりますよね、ベース。サイドバックが空いてくるんですけれども、 このサイドバックに対してウィングバックが当たってくるんですよね。で、状況によるんですけど、基本的には横すらですね。横すらでセンターバックがここウィングのところについていく。もう真ん中経由していく段階で、ちょっとずつここ戻ってきて、で、サイドバックに出た瞬間にウィングバックが寄せに行って、またセンターバックがスライド。こういう形でサイド追い込んでいきますよね。基本的には。 で、それに対してリバプールは、例えばジョーンズが、えー、高い位置に入ってきて、ここの開けたスペースに対してガクポが入っていったりだったりとか、アリスターが入っていったりだったりとかっていうことをちょこちょこやっているんですけれども、 ここがっつりマンマークで来られるんで、基本的にはマークが開くことないんですよね。だからなかなか出しづらくってリバプールの方は結構後ろで回すっていう展開が増えてますよね。リバプールそれに対してどうするかっていうと、釣り出しをまずやってますね。特に、えっ、ー、と、エンドウとアリスターのところかな。エンドウが基本的にここマンマークで疲れているので、それを利用して結構ポジション下げ気味にしてますね。あえて下がっていって、 で、アリスターも下がってきて、こういう状態作りますね。ボールサイドに近づいて、ここで受けることによって、相手引っ張り出してきてますね。めちゃくちゃ。で、これはアリスターも同じことやってます。で、この引っ張り出してきたところを、エンドを経由して、一回下げていくことによって、ここが、 えっと、少し前面になるから、ここにスペースができるんですよね。この空いたスペースに対してケレハーから、えー、っと、ロングボール出していったりだったりとか、もしくはエンドのところからシンプルにここ使って、ここで受けたりだったりとか、そういった形で、まずビルドアップの時に、前線を釣り出しますね。釣り出してきたこのスペースに対して、ガクポが入って、 てくるジョーンズが入ってくる。あとはヌニエスもたまに入ってくるか。これがリバプールがやろうとしていることですね。でこれものすごく難しくて単純にこれ下がってきてスペース空ければいいのねっていう話になってくるんですけどタイミングがめちゃくちゃ重要で例えばなんですけどえっとコナーテがここでボール持って サイドからここを当たられてゴメスのコース切られた時にアリスターが最初からこの位置にいたりすると相手寄ってくるんですよね相手寄ってきてちょうどアリスターにも行けるしこの当ての縦コースも切るしみたいなこういう状態作られてしまうだからアリスターがあえてここ先にポジション取ってあえてパスコースに入ったりするんですよねであえてパスコースに入ってこの当てが蹴るちょっと手前ぐらいでここをスッと えっと、動いていくことによって、相手が、やべ、こいつに来るかなっていうので、ついてきて、一瞬空いたこのスペースから展開するっていう。こういう細かいスペースの開け方をやっているので、じゃないと、あの、アタランタ、スペースどんどん埋めてくるんですよね。このスペース埋めが上手いから、アリスターだったりとか、エンドーだったりとかが細かく動いて、で、微妙にちょこちょこスペース開けるんですよね。 これ、上から見てて、めちゃくちゃ難しそうだなって思うのが、タイミングですよね。ここ、アリスターが開けてきたタイミングで、いいタイミングで入ってきた時は、結構繋がるんですけど、だいたい入らないよね。この、アリスターとかエンドが引っ張り出してきたスペースを使うのは、ゴメス、ジョーンズ、チミカス。で、あとはガクポか。ガクポとエリオット。この5人が使うような格好を取る。でも、ここはだいたい、まあ、まんまく気味で疲れているケースっていうのが多い。 ここですよね。引っ張り出してきたところのこのスペースを、いかにこの一瞬空いたところタイミングよく入ってくるかどうか。これが合わないから、なかなかリバプールは縦に展開できないっていうのが続いちゃってるんですよね。で、結局どうするかっていうと、ケレハーあたりのところまで下げてしまって、ヌネスのところに預けて。で、ヌネスが競り合いで勝った時は、ここのスペースが空いているので、そこからガクポだったりとかがね、あの、運んでいって、展開していったりだったりとか。 一回サイドに預けて、サイドに人数固まっていったところを、えっ、ー、と、中盤経由して逆サイドに展開していって、っていうところまではちょこちょこはいけているんですけれども、あの、サイドの高い位置でエリオットもガクポもそうなんですけど、あんまり上がらないよね。で、エリオットに関しては上がってはいるんですけれども、そこで収まっていなくて、ガクポに関しては、まあ、トップ下気味というか、 あの、シャドウみたいな位置に入ってくるので、この深い位置まではいけてない。で、チミカスもロバートソンと比べるとちょっと上がりが遅いので、だから、リバプルが一番得意としているサイドからの突破でクロスっていうのが少ないですよね、今日。こうなってくると、ヌネスだと思うんですよね。ヌネスが、まあ、ガクポだったりとかエリオットだったりとかがちょっと下がり気味というか絞り気味に来るんで、ってなった時の裏スペースっていうのがかなり空いてて、ヌネスが流れていったりとか、 あとは一本でね、あのー、ゴールまで、シュートまで行けるっていうシーンもあったんですけど、最終的にはヌネスが裏を取るっていうところに収まってくるんじゃないのかなと思うんですよね。ただ今日残念ながらちょっとヌネスね、決め切ってほしいところで決めれなかったりとかっていうのが、響いちゃってますよね。後半まずリバプールが動きましたよね。ロバートソン、ソボスライ、サラーを入れてきましたと。これでだいぶいつものメンツに戻って、 かなとで、狙いとしてはやっぱりサラーのサイドですよね。この裏のスペースを狙ったりとか、もしくは、えー、っと、サラーのところで溜め作ったところの、えー、っと、裏に流れていって、ここのスペース狙ったりとかっていうので、右サイドから行こうとしていましたね。ウィングバックがね、サイドバックに対して当たってきますと。で、そうするとサラーが、えー、っと、空いてくるので、こうサラーが、えー、入ってきたところに対して、寄せてきたらヌネスが行くっていう。 こういうパターンとかで裏を取ってましたよね、結構。サラーを起点として、右サイドの裏のスペースっていうのを取ってましたね。これが最初結構効いてて、最初の5分ぐらいで一気に2回ぐらいチャンス作っていたんですよね。左サイドに関しても、えっと、ロバートソンですかね。ガクポとかが、えー、外に張って、ここ釣り出してきたところに対して、ロバートソンがインナーラップ気味で上がっていったりとかして、ここのスペースついてましたよね。 なので前半と比べるとだいぶこのスペースつけるようになったかなと。それプラスソボスダイが結構チラシがやっぱ上手いし、ここのね、あのー、パスも結構鋭いパス出してくるんで、ま、交代効いてましたよね。サラーもソボスダイもロバートさんも、それぞれの役割をこなしていたっていう風な格好で、入りは結構良かったんですよね、リバプール。なんですけれども、ちょっとすぐに対策取られていたかなと。 まず、サラーのところは、ウィングバックがちょっと下がるようになりましたよね。ここにウィングバック配置されたことで、サラーが、下がってきたとしても、ウィングバックがついていって、ここスペース埋められるし、中に入っていったとしても、ここついてくれば、えっと、ウィングバックがね、ちょっと下がり気味にくれば、裏のスペースも取れないしっていうので、これってちょっと対策微妙に取られてましたね。で、それプラス、ヌネスがなかなか決めなくって、結局、ヌネスが交代してしまってね、 で、ディアスが入ってきましたと。これ多分ですけど、ガクポだったと思うんですよね、予定としては。なんですけれども、ヌネスがあまりにも決めなさすぎるので、ディアスになりましたと。左サイド張って、ガクポが真ん中来て、っていうところまではいいんですけど、裏抜け要因がいなくなっちゃったんですよね。ガクポ結構下がってきて、トップ下みたいな感じになってくるので。 サラーがサイドで孤立するような、こういう格好になってきて、いよいよ裏が狙えなくなってきたんですよね。ヌネスがいた時は、裏のスペースヌネスも狙うし、サラーも狙うしっていうので、 両方とも見なきゃいけなかったから、えー、結構裏のスペースが空いていたんですけれども、ガクポーがね、センターフォワードになったことで、もうほぼ裏狙わないんで、だからちょっとディフェンスラインが上がるようになってきて、プレッシャーよりかけやすくなってましたね。で、気をつけるべきなのはサラーの裏だけですね。ただリバプールとしては押し込んでいたので、最終的なフィニッシュのところを優先して、今日はヌネスの日じゃないなっていうので、ディアス入れて、ガクポー真ん中にしたんだと思うんですよね。でもなかなか点が取れなくって、っていう状態になって、 来てきたところへ二点目ですよね2点目決められてしまいましたよね。リバプールが一番やってはいけないショートカウンターでやられるっていう。二点目も三点目も結構形に似てたんですけど。今日ファンダイクあんまり良くなかったですよね。サイドへのカバーリングだったりとかも、まあ遅いというか、あえて出ないというか、前半もあえて出なかったことによって失点してしまいましたし。 2点目に関してもちょっと半分セルフジャッジしてましたよね。オッサイドだろうな、みたいな感じで。で、この後も、ええー、と、ちょっとそれで遅れてしまっていて。で、ショートカウンターでやられましたよね。2点目決められた段階で、遠藤が変わって、除ョ入れて、で、前の枚数を増やして、ってやったんですけれども、アタランタ今度は、サイドが上がらないようにして、完全な5バック形成することで、 活かせないよようにししてましたよね結構アタラントのパターンとして、この辺りでね、あの、後半の後半辺りで、だいぶスタミナがなくなってきて、で、下がりきらなくって、で、やられるっていうパターン多かったんですけど、今日はそんなことなかったですね。5バックがまずしっかり整うことによって、 でサイドが上がってしまったところの横すらの対応っていうのがなくなりましたよね。これでディフェンスラインが固定になったのでブロック作りやすかった。エンドに関しては今日は戦術的な要因で交代っていう形になってしまいましたけど結論言うとエンド良かったと思いますね個人的には。まず後ろでのつなぎですよね。あの相手がかなり前から寄せてきてでアリスターとエンドでちょっとツーボラみたいな感じで形成していって相手引っ張り出してきてましたよね。 特にこのトップ下のマイネルスを引っ張り出すのに、ビルドアップの時にこうやって、えっ、ー、と、いつものダウンスリーの形で下がってきて引っ張り出そうとしていたりだったりとか、あとはえっ、ー、と、この間ですかね。あえてここに残っていって、えっ、ー、と、スペースをちょっと開けたりとかっていう動きもよくやってましたし、一本だけね、あの、ここでちょっと詰まって奪われてしまったっていうシーンあったんですけど、それ以外は基本的にはここで結構ばきだったりとかスムーズだったと思いますし、 ばき以外もあのスペースの開け方だったりとかも良かったと思いますし。あと細かい動きですよね。あの相手がずっとマンマークでここついてくるので。だから、ボール受けるちょっと手前のところでスッと入ってきたりだったりとか、あとは味方との距離がちょっと今日近めだったんですよね。相手を引っ張り出すために。で、その近めだったっていうのも影響して、味方がちょっとね、苦しい状態で、 えっと、ボール受けたとしても、エンドがここにスッと、いいタイミングで入ってくるから、ここで、シンプルにダイレクトで出して、展開するっていう形もかなり多く見られましたし、この距離感良かったですよね、エンド。ま、ある種、こう、ビルドアップの時は黒子役みたいな感じで徹していて、味方とのね、距離感をかなり詰めていて、で、近い距離でいることで、フォロー行きやすい体勢っていうのをとっていて、で、ボールが来たらシンプルにポンポン叩いて、 っていうことはやっていましたね。それが結果として相手のね、このよ、よく寄せてくる相手に対して、えー、かわすっていうことができていたので、エンドとアリスター中心にこのあたりの仕事はやっていて、機能はしていたんじゃないのかなと思いますね。で、守備面に関しても良かったですよね。相手結構カウンターが主体なので、まあ、サイドで奪い切って、 サイドから一気にカウンターっていうパターンが多くて、フォワードが流れてきたりして、で、ウィングバックが上がってきて、フォワードが絞る、サイドバックがついていく、で、そこに対して縦パス入ってウィングバックを使うっていう典型的な縦の速い展開っていうのをアタランタはよくやっているんですけど、ここのカバーリングものすごい速かったですね、エンド。何本か行かれてたんですけど、エンドがここに早めに入ってくることによって、ここ行かせないようにしていったりとかっていうシーンも結構ありましたし、 中央のところ基本的にマイネルスマンマークでついてきている分、そこに対してもエンドをね、攻撃の時は相手についてこられてたんですけど、守備の時はしっかりここついていって、で、それだけじゃなくきちんとね、埋めるべきタイミングでスペースの埋め方も完璧だったと思いますし、一個致命的なね、奪われ方してしまったやつはあったんですけれども、 全体通してみたらリバプールの中ではかなり良い,い方ですね。言い方悪いですけど今日リバプールはスタメンちょっと舐めすぎてたと思うんで、いくらなんでも。日程がきついっていう部分もあるとは思うんですけれども、前半からこのメンバーで行っていたらまたちょっと変わったんじゃないのかなと思うんですよね。